はい、レオンチャンネルです。2022年1月になりましたので、今月のレビュー予定カレンダーいきましょう。もう年明けて1週間近く経ちましたので、バンダイの公式カレンダーももう更新終わってますよね。まず今週の土曜日の8日がデラックスエンヤライドンとチェンジヒーローズのドン桃太郎コラボ会が今週ありますから、そこで次のスーパー戦隊のドン桃太郎、ドンブラザーズね、ドンブラザーズのレッドが登場して、さらにそのビークルがジュランと合体することでドン全開王になるっていう風にもうすでに言われておりますので、それと同時におもちゃも発売すると。これも先行で触らせていただきましたが、いつも通り先行品はね、もうほんとパッと撮影したら即返却みたいな感じで、むしろ他のキャラとの合体、要はブルーンと合体できるかどうかとかまで検証できておりませんでしたので、これは発売後いろいろ検証したいと思います。でチェンジヒーローズもこのエンヤライドンと組み合わせられますよってことで先行で発売ですね。そして次の土曜日がこれだけか、これでトリガーの最終怪獣かな、メガロゾーア、ガタのゾーア感ある名前だし、これが第一形態ってことで、トリガーはいつもより1ヶ月放送が長いのがすごいっすよね。そして、あ、メガロゾーアの第二形態あるじゃん。あー、もう完全にガタのゾーアだね。もうある意味ネタバレだけどね。そして29日土曜日には呪術っちだって。ライダーチ買ったけどね、結局ピコピコ鳴るからさ、撮影中鳴ると困るから2周ぐらいは遊んだけど、それ以外はやってないな。じゃあ食玩いきましょう。食玩が、あ、これ気になってた、10日にキャラパキーのメテオバーストバージョンっていう新しいカラーが来るんですよね。キャラパキのさ、この恐竜絵柄もいつの間にかよりリアル路線になってていいっすよね。さらに21日食べます系か、鬼滅の刃。24日には、あ、コンバージ仮面ライダー23だ。今段はシクレ一種あるね。ちょっと予想がつきづらいシクレだな。あえてあれかな、悪魔バイスとかあったりするかな。あとは SG バイスタンプも第3弾が効いて、相変わらず10種系で攻めるわけね。でも10種系これでコンプか。 SG 版、ジャッカル、カマキリ、ブラキオ。31日にバイ4が来ますね。そこでガイムとかエグゼイド、あとはフォームチェンジ系か。フォームチェンジ系のエビルとライブに、あー、なるほど、ジュニアも来るんだ。そして、あー、マスロゴ熱いね。あ、今月か、プレバンから届くやつ、 SG ダーク戦隊ギア。まあ例年1月はね、あんまり商品出ませんからね。お、ガシャポン、あれ、これ前やったやつね、プレミアムガシャポンのもうゲットしたよね、ダイナとさ、ゼロのやつ。あ、でもなんか売ってるお店っていう風に、あ、出るじゃん、一般販売してんだ。あー、池袋のあれか、ガシャポンデパートのところか。それ以外はあんまり中心部、都内中心部ないじゃん。まあでもどっちにしろ買ってあるからいいか。一応リアル店舗でも販売してるってことっすね。かなりでも販売箇所は都内でも限定的って感じ。まあでも目立ったものはないな。第4週にアルティメットルミナスウルトラマン SP で金型流用のリニューアル版ですね。セブンとレオ、あとはハンコシリーズ、リアルに押せるバイスタンプ型ハンコが登場ですって。そんなところ。第5週は、あ、イマジン待ち冒険、これちょっと前気になったな。今月出るんだ。
こういうのが発売するのと終わりか。1月はほんとお休み会って感じっすね。アーツクリリン29日とか、ボディ君ボディちゃんのちびっこバージョン、ガッツウィングセットのティガと組み合わせられるやつね。あとはゴルザー、ジャスティスガンダムのメタルビルドはもう予約してませんね。コンセプト2だけでいいかなと思って。さらに伏黒アーツ15日、でもそれくらいか。でこっちはプレ版から到着するやつか。僕が買ったのはライジングアルティメット滅亡人雷、そして何気にエヴァンゲリオンの開発も買いましたね。あ、デルタライズクロー、あ剣山か。そしてあ、日輪刀の善逸って、そういえば僕もう届いてる気がするな。年末届いたやつ結構あるんだけど、年末僕あんまり家になかったから全然確認してないんで、やっと年始一段落、いろいろ福袋も開けて一段落一息ついたんで、また年末届いたやつはまとめて確認しようかなと思っておりますって感じで、まあまあおもちゃ発売例年通りとはいえおもちゃ発売ないね。バイスタンプすら発売しないじゃん。なんか寂しいな。もうほんとエンヤライドンが出たらデラックス玩具終わりって感じですね。おもちゃウェブ見ても特に更新ないもんな。カンガルーはもう応募しました。そうっすね、来てないね。デオのやつとかまだ開けてないんで、またこれも確認しますって感じで、いつも通りだけど、おもちゃ的にはほぼお休み会って感じで、目新しいものは発売しませんが、まあでもまたプレ版関連でね、いろいろ到着するはずですから、またそのあたりが到着しましたら順次動画出したいと思いますし、12月の下旬に到着したプレ版アイテム、僕は全く手をつけておりませんので、何が到着したかもむしろちゃんと確認してないとか、モバイルやつとか来てるんでしょ。年末はねマジでほとんど家にいなかったんで、ちょっとそのあたりもね早急に確認したいと思います。では確認したいなと思いますので、詳細はそちらからご確認ください。以上レオンチャンネルの今月のレビュー予定カレンダーでした。